K-POP グループ ASTRO のメンバーであるムンビンさんが25歳で亡くなった。所属事務所が発表した。現地メディアによると、ムンビンさんは20日夜、ソウルにある自宅マンションで意識不明の状態になっているところをマネージャーによって発見されたとのこと。警察は自殺と見ているが、死因を確定するために検視が行われるという。所属事務所は、ムンビンさんは、突然私たちの世界を去り、空の星になりました、と声明を発表。ムンビンさんの悲劇的な死に、彼の家族、ファン、アーティスト仲間と共に、深く悲しんでいる、とした。葬儀は身内、近しい友人たち、仕事仲間などで取り行われるという。ムンビンさんは子役モデルとして活動を始め、2009年に韓国ドラマ、花より男子 BOYS、OVER、FLOWERS で役をつかんだ。2016年には ASTRO としてデビュー。2019年には健康上の理由で、一時活動を休止したこともあった。ネットの声、悲しいです。ASTRO メンバーの中でムンビンが大好きでした。彼のダンスにいつも釘付けで見てました。子役の花男も見てました。とても愛らしくて、そのまま青年に成長してたのに、とても残念です。5人が再契約して、もう6人の ASTRO が見られないと残念に思っていました。もう二度と永遠に、6人の ASTRO が見られなくなってしまいましたね。もう、ビニの笑顔を見られないなんて、本当に辛く悲しく、涙が止まりません。たとえ、芸能界を辞めても、それが幸せになれる方法なら、生きてくれてるだけでよかったのに、生きてさえいてくれたら、まだ現実を受け止められそうにありません。ビニ、ずっとずっと大好きだよ。順調に活動していたようなのに、グループとしては、どうだったのかわからないけど、有名なグループほど、苦悩が大きいのかも。他のメンバーも、どんなに苦しいでしょう。心配ですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。